はい、おはようございます。今日で積み木が、16ですね。今日は18日、16日目となります。16ね、今日28日の16ですね。よしこちゃんです。始めたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。昨日ちょっとできませんでしたね。昨日はちょっと朝からバタバタしててできなかったですね。できないなーって思いながらしませんでしたね。はい、じゃあ今日からまた新しいブロックを、前回は糸を切ったとこまでしましたね。今日はここの3つ目のブロックからスタートです。じゃあちょっといきますね。ちょっとまずしますね。まずね。今日は納店営業日ですね。納店営業日となってます。時間は10時半から15時。お昼の3時までですね。まずここしますね。貫通するなーって。貫通しますねー。よし。いけませんねー。いけませんし、いけませんねー。なんでですかねこの糸でしょう。いけない。上達しないな。今いいんだけどな。もうちょいな。今度いった。あ、してきました。はい。何ですかね。どこまで喋りましたかね。何も喋ってないですね。どこまでもなくて何も喋ってないですね。じゃあ刺します。今日は営業日話しましたね。営業日ですということで。で、今日以降で言うと、次土曜日ですね。明日の祝日、29日祝日はお休みです。で、土曜日ですね。30日の土曜からまた始まります。始まりますというか営業になります。で、4月はおしまいで、で、5月は、3日、4日、6日ですね。5月は3、4、6だったんじゃないかなって、ちょっと間違ってたすいません。5月は1、2お休みで、3日、4日、6日、6日だと思います。よろしくお願いします。ね、5月です。もう4月も終わりですね。早かったですかね。皆さん4月は。短かったですかね。あっという間な気がしましたね。4月はやっぱいろいろあるから、行事がね、あっという間だった気がします。5月もね、休みが多いから、あっという間な感じになりそうですね。どうかな。ゴールデンウィークは今年はどんな感じになるのかな。ねえ、お休みですかね、皆さんね。長期のお休みの方もいるのかな。まあでもあんまりね、いけないですけどね。いろんな。まあ海外も行けなくはないけど、まあなかなかね、行きづらいですよね、今まだ。遠くには。はい、じゃあ、そうだ。コメントをね、昨日お休みしたんで、あれですけど、コ
コメントの紹介をしますね。まずは返信の返信をマキさんにいただいて、それ紹介するの忘れてて、何の動画だったかな、心配りのやつの動画の返信一回いただいたんですけど、またそれにコメントをお返ししたらまたいただいて、それのご紹介しましょうかね。マキさんですね。さしこちゃんこんばんは。もうきっとお休みになられていますね。これ先週末の話ですね。日曜に大前の店さんの荷物受け取りましたよと。さしこちゃんが動画内でいつも書いているカレンダーも入っていて嬉しいです。動画見ながら私も同じように書いてさしこ進めます。ジムさしこちゃんの1位になれてって書いてますけど、楽しいです。次の水曜日はお休みなので、もう水曜過ぎちゃったけど、差し始められるように積み木の仕立てを済ませておこうと思います。ゆっくりゆっくりやりますよ。さしこあっちこちやりかけのも大渋滞してるので、それを進めながら積み木楽しみますといただきました。次の水曜日はもうあれですね。水曜日、今日木曜日なんで、終わっちゃったんで、休みましたかね、マキさんはね。お休みさし、水曜日はお休みなので、だから、水曜日から始めれるように、仕立てを済ませておこうと思いますって書いていただいたんですね。仕立ても済んで、昨日から始められたかな、マキさん。どうかな。始めれられたらスタートしました ね。ゆっくりゆっくり行きましょう。ね、でいろんな刺し子が大渋滞、やりかけのものが大渋滞って書いてるから、まあね、やる気持ちになった時にいろいろやっていかれるといいんじゃないかなって思います。僕まではそのやりかけのっていうのがあんまりこう、やりかけのいっぱいあるとかっていうのをちょっとあんまり気持ちがまだそこまでわかんないんですけど、やっぱこう途中でやってて別のが刺したいってなるんでしょうね、気持ち的にはね。でそういうのがたまりたまると大渋滞ってなるんでしょうね。ね、ゴールデンウィークにかけて引っ掛けて大渋滞って使ったのかな。ナイスですね。いいチョイスですね。言葉のチョイスがいいですね。ね、渋滞しますよね、ゴールデンウィークもね。刺し子の渋滞もね、ちょっと解消するといいですね。僕のはゆっくりやから、ゆっくりしていただければ他のがすっきり前に進むんじゃないですかね。渋滞解消というか緩和されるといいですね。ありがとうございます。むきさん、無事に届いてよかったです。やっぱね、こう買ってくださるの嬉しいけど、ちゃんと届いたかなって気になりますよね。よし、OK です。ありがとうございました、マキさん。これが、返信の返信ね、ご紹介してなかったのを、まず先にご紹介させていただきました。で、次が、もう、コメントの返信をしたんですけど、ご紹介してなかった分ですね。あゆみのさんからいただきました。あゆみのさん、ありがとうございます。おはようございますって来てますね。これは前回ですね。まあ、店主にいろいろこう先手を打たれてみたいなタイトルのやつにいただきましたね。おはようございます。おはようございます。今回は巻いた糸に店主さんが気づくタイミングが最高でした。そうですね。ケラケラって書いてますね。気づいてくれてよかったですねって書いてますね。そう、店主がね、これをね、僕がこれ後で紹介しようと思ったら、まあ、この何でしたっけ、これ20の46、レコさんがね20の6と読むのだそうですっていうやつですね。これね、これがね、店主がね、後で巻いたことを言おう、まあ、ライブしたことを言おうと思ったらね、店主が先にこの巻いた糸に触れて、でもその時気づいただなって気づかれたなって思ったんだけど、後でまた紹介するときに改めて、あ、本当だってなったんですよね。うん、面白いですよね。気づい
だと思ったタイミングで気づかずに後で驚くっていうね、そこが面白かったってことですよね、あゆみのさんね、店主のタイミング。リボンの巻さんとは、住んでいる地域は遠く離れていますが、インスタで仲良くさせていただいてますって、さっきの巻さんですね。で、チームさしこちゃんが楽しそうだと、こちらにも来てくださって嬉しく思ってますと、あゆみのさんが紹介してくださったのかな、さしこちゃんのやつね。で、タケノコの話に反応して楽しいコメントを残していただき、キノコも食べれるけどと思いながら友達へのさしこ付近を作っていましたと。マキさんのように隠れさしこちゃんの方々もどしどしコメントくださるといいですねっていただきました。あゆみのさん、ありがとうございます。マキさんは隠れさしこちゃんだったんですかね、その辺がちょっとよくわかんないんですけど、まあ、あゆみのさんがそうやって書いてくださってるんで、まあ、前から見てくださってたのかなね、ありがとうございます。あゆみのさんもね、なんかいろいろ SNS でいろんな方とねつながって、もうすでに仲がいい方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。で、マキさんに関しては、こっちっていうか、まあ、こっちのさしこちゃんのチャンネルにも遊びに来てくれたっていうことですよね。ありがとうございます。いろんな方にご紹介いただけて、いただいてもらっても嬉しいです。ありがとうございます。皆さんね、コメントの紹介も遅くなりましたけど、一度ちゃんと紹介しましたよ。これ動画をね、もう公開する前、直前ではないけどにコメントくださるとね、ちょっとタイムラグが発生しますけど、コメント紹介させていただきました。じゃあ次はシボンさんもそうですね。シボンさんもその店主が気づかなかったやつの動画でコメントくださってて、紹介できてなかったんで紹介します。さしこちゃん、こんにちは。仕事の休憩中に失礼します。ありがとうございます。もう休憩中まで、ね、すいません。もう嬉しいです。うちの猫は あまりさしこ糸や毛糸にじゃれつかないですよ。過去笑えてきてますね。そうそう、猫のね、隙を狙ってさしこしてるって、その前のコメントいただいたんですよね。さすがに子猫のうちは見えないところで作業していましたが、大きくなってからは平気ですね、と。大きくなってから平気なんですね。そういうのも面白いですね。やっぱり あるのかな、なんか興味が。猫もね、慣れがあるのかな。で、右手に猫じゃらし棒を持って動かしつつ、体の左側にあるテーブルの上に刺し子を置いておいて、猫が疲れてうとうとした隙に刺し子をする感じですと。あ、これで書いたんですね。隙を使って刺し子してるってね。でも大抵私が刺し子に手を伸ばすと、猫はパッと目が覚めるようですと、かっこ笑いできてますね。そう、すごいですよね。猫を飼ってらっしゃって、猫と一緒にというか、刺し子をする環境に猫とかいるっていうね。で、こう隙をついてやるっていうね、すごい。小さいうちは、さすがに小さいうちは見えないところで作業してたって書いてますね。大きくなるともう邪魔してこないってことですかね。すごい。ね、頭がいいというか、理解力のある猫ですね。猫さんですね。まあでもそういう中でも刺し子ができるっていうのはすごいな。下野さん、ありがとうございます。あと、仕事の休憩中にコメントくださってるのもなんか、申し訳ない感じがするけど。仕事休憩中もゆっくりね、休憩してくださいね。長い休憩なのかな。ありがとうございました、シボンさんね。あ、シボンさんね、ごめんなさい、シボンさん。どうしてもシボンさんと言っちゃうな。シボンさんですね。で、最後は佐藤さんですね。佐藤さんはこれが前回ですね、思ってたんと違うっていう前回の差し終わりの差し方がね、ちょっとなんかやっぱうまくいかないなーってタイトルに書いたのにいただきましたね、佐藤さんね。
で、佐藤さん、こんにちは、こんにちはですね。さしこちゃんの考え、よくわかりました、と。やはり、やりすぎは良くないですね、っていただきましたね。これ、前回、佐藤さんが提案してくださったんですよね。なんかこう、チームさしこちゃんで、集会みたいなのは、どうですか、という提案をいただいて、まあ、結論を言うと、まあ、あんまりそこまで思ってない思ってないというか、まあまあちょっといろいろ前回の動画見ていただければわかるんですけど、まあちょっとまあ佐藤さんの言ってる、おっしゃってる、どういう感じでやるかっていうのはちょっと僕がまだ追いついてないっていうのと含めて、僕があんまりこうなかなかそういうのをちょっと苦手っていうかね、あんまり思ってないっていうところでお話したんですよね。それに対してのコメントですね。ありがとうございます。考え、よくわかりましたっていただきましたね。ありがとうございます。まあね、気持ち的にね、まあ、その時の気持ちをお伝えしている感じなんで、まあ、気持ちが変わることもあるかもしれないですけど、まあ現状は、前回話した通りですね、思いというかね、やっぱりチームさしこちゃんも大事っていうかありがたいけど、そうじゃない、そうじゃないっていうか、普通にもう見てくださってる方もいるんで、なんかこううまくみんなが楽しめるような感じになるといいのかなと思ってます。ありがとうございます。佐藤さんね、コメントもう詳しいことは前回喋ってるんでね、またこう今日の動画を見て何のことって思っている方がいらっしゃったら、前回のを見ていただいた方がいいかもしれないですね。ありがとうございました、佐藤さん。で、以上ですね、コメントは。ありがとうございました、皆さんもいつもいつも。ちょっとご紹介が、小牧さんみたいにね、返信の返信くださる場合はね、ちょっとね、見落とす可能性が高いんですけど、できる限り紹介しようかなと思ってるので、あとはなんかツイッターとかでもいろいろこうリアクション、インスタグラムとかでもね、リアクション、ツイッターでフォローしてくださる方とかも少しいたりして、で、インスタグラムの方は、この先のマキさんだったり、なんかこう、もうすでに見てくださってる方が後で調べていただいてこうフォローしてくださったりっていう感じかな。ツイッターで最近何かフォローくださる方はまだこう知らないというか、こうもしかするとコメントくださる方でアカウント名が違う方もいるかもしれないけど、なんかこうフォローだけだとちょっと僕も警戒というかわかんないから、何かコメントでもいただくとね、反応しますけどね。ありがとうございます。誰彼はフォローしない感じにはなってしてるんですけど、まあでも、まさしくしてる方で見てくださってる方だったらできるだけリアクションしたいなと思ってます。ありがとうございます。いいですね。順調。順調ですよ。だから今日は18分だね。もうちょっと刺しましょうかね。あとはゴールデンウィークの話もしましたけど、ゴールデンウィークはね、やっぱり刺し子あんまりできそうじゃないかなって思ってるんですよね。今日はまだ、明日がまずできなさそうだよね。明日、明後日、週末も重なりますからね。明日祝日でしょう。で、30から土日で、1日まで。で、2日平日だけどね、子供たちもいるからな休んでもいいかなって気もしますし、気が向けばもう早朝するかもしれないし、わかんないですね。で、昨日はできなかったんですけど、ちょっと前にもお伝えした店主の、見せたい店主のさしこちゃんですね。あれを昨日は撮れなかった分、公開したんですよね。方眼ガイドと、
まあ、アイフィッシュさんのといえばみたいな感じで、なんか、選手が今指してるやつの指し始めの部分ですね。のご紹介をし、ご紹介を公開したので、まだ見られてない方はぜひ見てください。ね、選手が、またいろいろしたいことをやってるような感じで、天守カラーで、天守カラーじゃないな、あれもう見本に変えてる通りの色でやるって言ってたな。ね、好きですよね。好きですよね。好きだなって思いながら、せっかくなんでね、動画も撮らせてもらって、また完成のタイミングか、もうちょっとかかるのかな、くぐりが。結構くぐりっぽいから。またタイミングを見て、あと一回同じ柄のやつで撮るかな。で、そうなんですよね。一応それ、昨日はそれが動画差し子できなかった分、それを公開して、で、今日じゃなかった。ゴールデンウィークはちょっとできなさそうなんだよな。まあ、ゆっくり休んでもいいかなと思ってるんですよね。まあ、アップするとすれば、早朝、早朝したやつをアップしようかな。あ、なんかダメだな。ここちょっと待ってね。皆さんはどんなゴールデンウィークですかね。もう、おとなしめのゴールデンウィークなのか、まあ、ちょっともう、今まで我慢してきたからちょっと動く感じのゴールデンウィークなのか、まあ、考えがそれぞれだと思うんですけど、うちはもう本当に県外に出るとかそういう予定は全くないですね。あとは布店のインスタグラムでは紹介されてるんですけど、4日の日がちょっとイベント出店の予定になってるので、それがありますね。まあ、もう宮崎県内で、県内というかもう市内であるんですけど、それに出店予定ですね。だから、4日の日は営業、さっきも言ったんですけど、5月に入って3、4、6が営業って言ったんですけど、4日はそのイベント出店の方での営業ですね。だから店舗の方では、営業しないですね。布店のインスタグラム見ていただければ、あると思うんですけど、天気がどうかなって思ってます。去年はね、今年その出る なんていうタイトルだったかな、ガーデンマーケットみたいな、なんかグリーンガーデン、なんかそんな感じのやつなんです。去年はね、やっぱ直前で中止になったんですよ。やっぱコロナの影響で。で、今年は、まあ、多分、この感じだと、まあ、天候の兼ね合いもあるんですけどね、天候が良ければ、今のままだと開催されるんじゃないかなと思ってますね。出店もね、昔はよくしてたんですけどね、やっぱコロナが始まって全然もうしてなかったんで、久しぶりですよね。いつぶりかな。まあでもね、仕事というよりも気分転換な感じになればね、いいかなと思います。まあ、もしお近くの方ね、いらっしゃったら声かけてください。ね、ゴールデンウィークは長いからね。あとは何かありますかね、話すことはね。最近の話はあんまりしてないからね。最近の話してもいいんですけどね、何かあったかな。何かも考えてないんですけど、最近何かあったかな。まあでもやっぱ環境が変わったから、ちょっとこう生活のリズムをちょっと変えたので、朝の時間とか、そうね、最近何があったかな。
いいね、刺してる。最近はでも本当、まあ、昨日は休んだけど刺し子を結構ほぼ平日毎日してるなっていう印象というかね、いう感じですよね。なんか常に刺し子のことを考えてる感じはありますね。結構見てくださる方もね、ほんと少しずつ増えていってありがたいなと思って、やっぱ僕も見返すんですけど、大きなトラブルはね減ったような気がするしますね。大きなどでかい、まあ、たまにありますけどね。あとやっぱ聞いてるとっていうか、まあ、僕見返すときに大体聞く感じで見返すんですけど、やっぱなんか言い間違いとか多いですね。よくこう喋りながらこう噛むっていうか、こう言い間違いを良くするなっていうのは個人的に思いますね。言い間違いが多いなと思って、まあそれが面白かったりもするんですけど、頭がね回んないですよ。そこまで面白いですね、言い間違いね。こっちはね必死で喋ってるからね、間違ってないつもりだけど、やっぱこう冷静になって聞いてると間違ってるとかありますし、まあその場で訂正することも何度もあるけど、最近下の子がね、まあ、言い間違いの話でいくとね、まあ前もっていうか、まあ、まあ年がもうそういう言い間違いとか言葉を覚え出した年だからね、覚えてくる、いろんな言葉を覚えていく年だから言い間違いよくあるんですけど、なんかちょっと前だったら動物園行ってフラミンゴショーってあるんですけど、そういうの見たりとかした時にフラミンゴのことをね、なんて言ったらフアリンゴって言ってたんですね。フラミンゴって言いにくいんでしょうね、小さい子をね、フアリンゴって言ってたりとか、ちょっと前はそんな感じで、あと最近あったのはトウモロコシのことをトウモコロシって言うんですよね。トウモロコシじゃなくてトウモコロシ、なんかやっぱちょっと微妙にうまい感じに、うまいっていうか間違えるんですよね。今日随分とここ最近で言うと、ありがとうって言ってどういたしましてっていうのをどういたしましてが言えないんですね。いたしましてっていうのがやっぱ難しいんですよね。難しいですね、言葉も難しい言葉だけど、どういたしましてって言わずにね、ありがとうって言ったらどうしましてってどうしましてって言うんですよね。なんかあったのみたいな感じになっちゃうんですけど、どうしましてって言いますね最近ね。言い直させるんですけど、どういたしましてねって言うんだけど、何回言ってもどうしましてって言うんですね。可愛いですけどね、どうしましてってね。うまくいかない、ここだけ。まあそんな言い間違いがありますよね。あ、なんかうまくいったの。上の子は上の子でね、面白い。なんかね、おやつ食べてる時に お笑いを、もう本当に僕もハマって大笑いした話、ことがあって、なんかね、こんなちっちゃい、なんていうの、ゼリーみたいな、こんなちっちゃいゼリー、カラフルな、赤とか黄色とか緑とか、なんかこのちっちゃい四角のゼリーなんていうのかな、グミじゃないけど、なんかちょっと白い砂糖が周りについてるようなザラザラした、それをこう爪楊枝でこう刺して食べるような、もう本当にお菓子があるんですけど、なんかそのお菓子自体がなんかいい香り、まあ子供好きですよね、いい甘いやつとか香りがいいやつとか、そういうお菓子があって、
なんかその食べるとなんかいい匂いがするっていうかするんですよね。で、多分それを伝えたかったんだと思うんですけど、僕そのお菓子のことも知らないから、なおさらまあお菓子のことを知らないし、そのいい匂いがするっていうのも知らないから、話を聞いてたらなんかこう、お父さんこの食べながらこのお菓子食べて、なんかトイレ行ったらいい匂いがしたっていう。でもちょっと意味が分かんないけどな、トイレ行ったらいい匂い、食べてトイレ行ったらいい匂いがしたって、もうなんかもうちょっといろいろ想像するじゃないですか。で、本人的にはこの食べた後に、まあトイレには行ったんでしょうけど、口からいい匂いがするっていうのを伝えたかったらしいんですけど、なんかそこがなんかわかんないけど、トイレの話が一個入っちゃってきてるから、トイレ行ってトイレしておしっこしたらいい匂いがしたみたいな感じで僕がもう勘違いしてしまって、それにこの間はまったっていうのがありますね。そこでトイレの話いらないんじゃないっていう話をしたんですけど、まあでも彼女的にはおやつを食べた後にトイレには行ったみたいで、でトイレ行って正式に言うと口からお菓子を食べたから、その口からいい匂いがしたって言いたかったんですけど、お父さんこの間このお菓子ね食べてね、トイレ行ったらいい匂いしたんだよって言ってもうすごく受けてしまって、もう店主もいて、みんなでお笑いして、で下の子はなんかみんな笑ってるから、なんか釣られて一緒に笑ってるみたいな感じでね、面白い瞬間がありましたね。なんでそこでトイレの話するのっていう。でやっと本当の意味を理解して、ああ口食べたからね、口の中からいい匂いがしたんだよねっていう話で落ち着いたんだけど、面白いですよね、その文脈が。彼女的には間違ったことは何一つ言ってないんだけど、そこでトイレの話一個挟まっちゃうと、もうトイレ行っておしっこしたからいい匂いした、おしっこからいい匂いしたっていうふうに、なんかうまくいかないな、ここ思っちゃいますよね。ね、面白い。そういう、だからもう上の子は言い間違いとかもあるけど、やっぱちょっとこの文脈でうまく、ああ、何度やってもダメだ。何度やってもダメだ。喋ってるからっていうのもあるかもしれないけど、何度やってもダメだ。ここ上ちゃんと引っ掛けて。あ、できた。ね、そういうことがね、やっぱ言い間違い。まあ僕も気をつけてるんですけどね。やっぱこの話しながらさせてると、こう話すことに集中する時もあれば、こう刺すことに集中してて、こう言い間違えたりすることもあるし、店主とやってる時もやっぱこう頭使うっていうか、こうね、この間も前回もだったけど、こう道順を決めてある程度話を進めようかなって思ってたけど、店主がもうね簡単にぶち壊していくっていう。まあ、店主はね、そのつもりはないから悪くないんですけど、でも面白いですね、やっぱね、言い間違いだったりしちゃうとね。この間なんか言ってましたね、針の穴を鼻の穴とかって言ってましたもんね。面白いですね。あの針の話してた時の回の動画をね、よく聞いてもらうと、まあ、気づいて訂正してるんですけど、針の穴を鼻の穴をどうだろう。だから動画を見てくださってる人はわかるけど、こう音声だけで聞いてる人はちょっともうなんか言い間違い出てくると、もうよくわかんない状態になりますよね、音声だけで楽しんでるとね。できるだけ間違えないようにと思ってね、ちゃんとこう伝えなきゃいけないことは伝えようと思ってるんですけど、どうしても間違っちゃいますね。ここ最後まで行きたいね、縦のラインは行きたいね、最後までね。
と、あとは最近何があったかな、何かありましたかね。最近なんか話したいこと、あ、ちょっとなんかうまくいかないな。そうね、なんかあったかな最近。ここまで行きましょうかね。ここのラインまでね。ここまでライン行って、ちょっと糸の調整をして、でも、まあわかんないけど、ゴールデンウィーク前は今日が最後ぐらいかな。だからゴールデンウィーク動画が、まあ、ちょっと本当わかんないですか、上げ気が、ね、気が向いたらというか、もう本当に上げれそうだったら上げるけど、上げれないときはインスタグラムとかを更新しようかなとは思ってますけどね。あの、この差し子をするとかじゃなくて。ツイッターはね、1日遅れで動画の URL 貼ってね、流してるんですけどね。最近インスタグラム全然更新してないから、週末は、まあ、できれば、インスタグラムも更新したいなと思ってますね。から、もしこう僕の個人のアカウント、さしこちゃんでやってないからですね。さしこちゃんとしてインスタグラムはやってないから、もう本当に個人のインスタしか、インスタで投稿する感じなんで、もしインスタされてて、もし見つけられた方いたら、ぜひ、なんかコメントとかなんかメッセージなど入れていただくと、こう、認識するというか、やっぱメッセージいただかないとちょっとやっぱもうリアクション取りづらいっていうのもあるからですね。よし、ここまでしよう。ちょっとね、1階の階でこの縦のラインまでできるといいね。これダメだ、ちょっと待って、これ今ここに来てるね。まあ、でもいいのか、ダメだね。ちょっと待ってね、ちょっとうまくいかない、難しいね、ここね。皆さんどんなぐらい進んでるのかな。さしこは順調ですかね。一緒に進めてくださってる人はもう多分順調なんだろうけど、僕は遅いからね。まだできてないって方もいらっしゃるかもしれない。あ、この端っこやりづらい、やりづらい。もうここ、これ裏に出したくないんですよね。裏に出さずに上の布だけで縫いたいんですよね。でも出ちゃってるよね。あ、で、出ちゃってるんですよね。難しいな。でかな。で、これまた一回、ゴールデンウィークで間が空くと、またね、またもう手の感覚が、手がもう刺し子のことを忘れちゃって、またもう、一からというかね、上布だけ引っ掛けるって難しい。あ、ちょっと出てんだよな。許せないな。許せない。ここの時点で出てんだよな。なんでかな。もう糸がね、生地がボロボロになる。いいかな。よし、OK。で、これで、
こうして、あ、もう40分経った。ちょっと糸の調整しようかな。引っ張り具合をこう来て、こう来て、こうだから、もうね、差し終わってる人もいるからまあいいんですけど、差し終わってる人もいるからね。今日何日目でしたっけ、16でしたっけ、何日かかるかな。みんなこう一個差し終わった後は次何刺してどういう基準で決めるんだろうね。次はこれ、やっぱ刺してないやつ刺したいになるのかな。僕はちょっとやっぱ基準が刺してないやつもなんだけど、こうやっぱお店にあるやつで選ぶから、まあ、前回はくぐりしたことないからくぐりってなって、今回はくぐりはしたからもう単純に刺すのみでいくやつとか、いろいろこう初心者向きとかいろんなこと考えてこれを選んでるんですけど、みんなどういう基準で、やっぱ刺したことないとか誰かが刺してたのを見て良さげ、いい、かわいいからとか、そういう基準で選ぶんだろうな。よし、 OK、 OK しました。じゃあ今日はここまで。よいしょ、よし。あ、これなんか糸あまりとか出てる。よし。はまりました。ね。ゴールデンウィークですね。どうですか、ゴールデンウィークね。またちょっと本当に全く更新しないかもしれないんで、その時はまた元気にゴールデンウィーク明けにお会いできるといいですね。よし。じゃあこれこうして。まあ、差し子をする方はもういいですね。週末というかゴールデンウィークたっぷりできますね。はい、じゃあ今日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。